磨きの世界へようこそなのだ。今回磨くのは子供が大好きストライダーなのだ。ありがたいことに親戚の子からお下がりがもらえて、僕が昔から振り回していたんだけど、さすがに汚れや傷サビがひどいから、この機械にきれいにお手入れすることにしたのだ。特にひどいのはハンドル、チェーンカバー、ペダル部分なのだ。動画が長くなってしまうから、今回はまずハンドル部分をお手入れしていくのだ。それでは始まるのだ。最後まで見ていってほしいのだ。使う道具はこちらなのだ。研磨剤は生研磨剤1と3なのだ。その他はハンドパッド、メラミンスポンジに水拭き用と空拭き用のマイクロファイバークロス2枚なのだ。研磨剤は使う前に必ず振ってほしいのだ。1は粗めの研磨剤だから、ハンドパッドと組み合わせて使うのだ。ハンドパッドの上に研磨剤を出したら、ハンドルの錆びた部分をこすっていくのだ。錆は金属に侵食してるから削るイメージなのだ。僕の表情が面白いと思った人は高評価とチャンネル登録をしてほしいのだ。ただ錆を取るだけなら研磨剤1だけで作業を終わらせても大丈夫なのだ。名の通り研磨剤なので十分光るようになってるのだ。自転車やストライダーは雨風にさらされやすいから、手軽にお手入れできるセットがあると便利なのだ。簡単お手入れセットは研磨屋にもあって、送料無料だからぜひお試しで使ってほしいのだ。リンクは概要欄を見てくださいなのだ。一通りこすったら、水拭き用のマイクロファイバークロスで研磨剤を拭き取ってきれいにするのだ。次は空拭き用のマイクロファイバークロスで研磨剤の油をなじませていくのだ。ツヤツヤにコーティングされたのだ。反対側のハンドルも同じ工程を繰り返すのだ。研磨屋では YouTube の他にもインスタや Twitter もやってるのだ。中の人は変人だから面白いネタも見れるのだ。公式 LINE 登録でお得なクーポンがもらえるのだ。この作業自体は10分もあればできる内容なのだ。マイクロファイバークロスの工程を省略したいときは除菌ティッシュなどで代用しても OK なのだ。ただ仕上がりはマイクロファイバークロスの方が綺麗なのだ。次の作業に移るのだ。この作業はピカピカにする仕上げ作業なのだ。生研磨剤3は単体でも優秀な研磨剤で、磨くときにできてしまう擦り傷も綺麗に取りながら、最終磨きに適した番手1万番のハンネリ研磨剤なのだ。できるだけ傷をつけたくないからメラミンスポンジを使うのだ。さっきと同じようにスポンジに研磨剤を出すと流れ落ちず汚れないのだ。研磨屋にある青色の固形研磨剤 VSP8000 という完全オリジナルの研磨剤を液状化したもので、ダイヤのホイール磨きやキッチンのステンレスシンクなど、その道のプロたちからご愛用いただいてる人気の研磨剤なのだ。えっへん。この動画で使ってる研磨剤はネットショップで買えるのだ。サイトのリンクは概要欄にあるから、それを見るのだ。さて作業も終盤になったのだ。最終仕上げの拭き取り作業は一番気を使うのだ。傷やサビの取り残しはないか、研磨剤の拭き残しはないか、ものによってはルーペを使って確認することもあるのだ。もし傷やサビを発見したら、面倒くさがらずに初めから工程をやり直すか、さらに洗い番手に下げて工程を組み作業を始めるのがさらなる光沢への道なのだ。僕もまだまだ修行中なのだ。磨きが完成したのだ。新品と言ってもいい出来上がりなのだ。別の角度から見てもいい感じなのだ。磨く前と比べると全然違うのだ。アンティーク風に趣を楽しむのもよし、磨き直してこうして楽しむのもよし、僕は自由でいいと思うのだ。どちらが好きかコメントくださいなのだ。また見てほしいのだ。